どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はレボン CBA さんが制作したこちらの GT スープラでパトロールやっていきたいと思います。めちゃくちゃかっこいいですね。すっげー、前から見た感じがめちゃくちゃかっこいい。ナンバープレートは品川になってますね。よし、防弾チョッキを取り出しておこう。ちゃんとね、トランクルームを開くようになってます。イエーイ、かっこいい。よし、防弾チョッキ来たぞ。じゃあ相棒、パトロールしていこう。こちらはね、二人乗りのね、パトカーになってますね。よし、出発だ。仲良くパトロールしていこう。すげえ、車内はこんな感じだ。一体何キロ出るんだろうね。めちゃくちゃ速そうだね。そして、ヘッドライトをつけるとこんな感じで、ウインカーもね、ちゃんと出ます。後ろから見るとこうなってるよ。すげえ、かっこいい。さあ、銃撃戦になるのか。あー、トラックがぶつかった。待ちなさい。さあ、止まってください。トラックの運転手さん、止まってくれたんか、これ。こんにちはー。トラックの運転手待ってください。窓開けて、窓。おー、降りてきた、降りてきた、降りてきた。よし、武器は持ってないので、大丈夫だね。よし、こっちに来てください。さて、ということで、免許証の方をね、見せてもらいたいと思います。免許証見せて、身分紹介、願いたい。ということで、免許証の方有効ですね。質問してみましょう。無謀な運転を行ったのはなぜですか？急いでたんだ。早く行かないと。だって。でも、ぶつかって逃げていったらダメでしょう、さすがに。なぜウインカーを点滅させなかったんですか？つける必要ないよ。みんな空気を読めばいいのさ。なぜ車間距離を詰めたんですか？前の車が遅いから、悪いのはあっちだ。全然ぶつかったのに反省の色はありません。あなたお酒飲んでますか？検査しなくてもいいですよ。飲んでないから。だって。ここら辺をドライブしてただけなんだ。だって。ドライブって。これからどこに行きますか？強盗、 いえ、なんでもないです。だって。強盗だと？どういうことだ、君は。まあ、とにかく、お酒飲んでないかちょっと確かめるため、一点重視っていうやつやってみようかな。これやったらどうなるんだろうね。さあ、これを見てください。これでわかるらしいよ。なんか鉛筆持ってるね。正常な目なら、たとえ動かしたとしても、物を見つめられるということで、合格で酔ってなさそうだね。しかし、君はもう逃げたので、逮捕だ！後ろを向くんだ。よし、逮捕できるかな。オッケー、逮捕完了。よし、じゃあちょっとね、もちもと見てみたいと思います。なんか強盗に行くとか言ってたんでね。なんか悪いもん持ってるんじゃない？なんということだ。ヘロインを持ってたぞ。薬物を所持してました。よし、ちょっとね、移送をね、要請したいと思います。相棒逮捕できたよ、これ。お、なんかスナイパーライフル持った人がいるみたいな、この近くです。そっちに向かおう。よーし、行きまーす。え、こっち側か。見つけました。このメガモールの上にいるみたいですね。マジか。よし、登っていこう。ここにはしごがあるんでね、行きまーす。気をつけて、撃たれるかもしれないよ。アイボン、行くぞ。今回もカーベンライフル持ってきたからね。やべえ、どこだ、そこか。いたー、まずい。そこにいるぞ。めちゃ銃撃戦になってます。やべえ、大丈夫？撃てー。ここにスワットチーム呼びたいと思います。ヘリコプター呼んでみよう。やばいぞこれ。よし、来たぞ。めちゃくちゃ来た。あー、同じスープラ来てるね。よし、いいぞ。覆面パトカーも到着したぞ。すげえ。よし、ヘリコプターが来てくれたぞ。特殊部隊だ。これで制圧してもらおう。 OK、 倒したんか。誰かが撃って倒したね。すげえ。ちょっとね、特殊部隊の出番はなかったけど、どうなってる？おし、倒したぞ。すげえ。スナイパーライフル持ってた。あー、特殊部隊が降りてきようとしてます。おー、めっちゃかっこいいね。よし、相棒、パトロール再開しよう。お、ヘリコプターも帰っていくね。イエーイ、かっこいい。せっかくのね、スープラなんで、今度はね、スピード違反者とかね、捕まえていきたいところですね。我こそが真の救世、何これ。やべえ、刃物持ってる。マジ。待って待って待って。うわー、撃ってる。やべえ、こっちに来てる。持ってるぞ、武器。待てい。
よーし、いいね。めっちゃ恐ろしい斧持ってた。で、回収完了。よーし、こっちも逮捕だ。お、相棒が逮捕したね。すげえ。二人ともギャング逮捕できました。よし、いいぞ。この人ちょっとね、撃っちゃったので、救急車呼んでおこう。さっきまで何をしてましたか。この辺をドライブしてたんだよって。で、斧で襲われた人はどっか行っちゃったね。逃げちゃったね、どっかに。よし、こっちも逮捕できたぞ。よし、いいぞ。なんかこの人はすげえ汗かいてるだって。さっきの人はコーヒーと雑誌しか持ってなかったらしい。さあ、そして、この人は何を持ってるんだ。カバンに入った茶色の結晶だって。よし、この人は、移送を要請しましょう。さあ、ということで、救急車で運ばれました。すげえ、特殊部隊も来たぞ。ああ、前の車調べたら、陶器切れになってるぞ。よし、これは確かめよう。あらかじめパソコンで見ておきたいと思います。さあ、オーナーの人はなんかこれギャングっぽいね。絶対逮捕歴はないけど。さあ、陶器切れになってるぞ。待ちなさい。さて、うわー、2人も乗ってる。で、なんかお酒の匂いがするみたいだね、車内から。さあ、待ちなさい。強い薬物の匂いまでするだってこれ絶対なんかあるでしょう。ちょっと提出してみなさい、全てのものを。ということで、やってみたところ、このジャッキーっていう人の身分紹介してみたいと思います。そして、さあ、アルコール検査やってみたいと思います。お酒の匂いがするんだけど。ということで、アルコール濃度 0% なんだけど、どういうこと。おお、なんか降りてきたぞ。これ降りてきやした。どうしよう。お酒飲んでますか。酒そんなもん買う金ないわだって薬物は使用したことありますか。そんなように見えるみたいな感じで言ってるね。じゃあ、この一点重視のね、やつやってみましょう。さあ、この鉛筆を見て。ちゃんと見れるかな、君は。大丈夫。ちゃんと首動かしてるね。さあ、どうだ。不合格。正常な目ならたとえ動かしたとしても物を見つめられる。じゃあ、この歩く歩行のやつやってみよう。歩かせてみよう。さあ、ちゃんと歩けるかやってみなさい。これデイビスって書いてる。ゆっくり歩くね。でもちゃんと歩けてるのかな、これ。さあ、じゃあ、ちょ、戻ってきなさい。お、歩いてる、歩いてる。これ、普通に歩いてるか。酔っ払いっぽい感じだよね。まっすぐ歩けてません。ということで、もしかして薬物やってるんでしょうか。さあ、薬物検査やってみましょう。なんと、大麻にコカインにヘロインと、なんてことだ。三つも陽性反応が出てしまったという、とんでもない状況。逮捕だ。よし、君は逮捕だ。よし、この人は逮捕されましたね。さあ、隣の人も降りてくるぞ。怪しすぎるぞ、君は。この人もちょっとね、名前とかチェックしてみたいと思います。はーい。2002年生まれだって。デイビスさん、逮捕状とかないみたいですけど。さあ、車両の中も調べてみようかな。何が入ってるんでしょうか、車両の中には。液体入りの小瓶を持ってたって。なんか怪しいやつ持ってたね。粉のついた注射器とか。薬物ばっかり出てくるんだけど、これ。よし、この人もちょっとね、薬物検査やってみよう。あ、薬物は陽性反応出てないね。薬物を持ってたのは逮捕だ。よし、2人とも逮捕できたぞ。おー、なんか近くで逃走者がいるみたい。そちらに向かおう。よし、行こう。行きまーす。ようやくスープラの出番だ。行くぜ。さあ、どっちに逃げてるかな。やば、逃走かなりしてるね。これ早くヘリコプターとか呼んどかないと逃げられちゃう。いけー、全速力。さあ、どこまで出るのか。お、危ない、ぶつかっちゃう。警察署横を通り過ぎてさらに進んでますね。めっちゃ逃走してる。いけ、爆走。逃しちゃいそう。見えたよ、一瞬。あれじゃない？さあ、めっちゃスピード出してるね。すげえ。めちゃくちゃスピード違反して逃走してる。すげえ逃げてる。うわあ、危ねえ。さらにパトカー呼んでおこう。どこに逃げてるんだ。さあ、もう少しで事故りそうだね、この人。なんか自爆しそう。いやー、信号機破壊しそうになってる。めっちゃパトカー来てるね。いいね。警察署横に行こうとしてる。やば、警察署横だ今。
急げー、追いかけよう、どうか三蔵、おお、なんか打ち合いになってる、すげー、銃撃センターやば、めっちゃ銃声だ、うわー大丈夫、パトカー1台ぶっ壊れそう、よーし、ようやく着いたぞ、めっちゃ撃ちまくってる、撃たれてんのか撃ってんのかどっちだ、すげえ、うわーパトカーが僕が最前線に行くことになった、よし、スパイク班も呼んでおこう、これでタイヤをパンクさせるしかない、オッケー、タイヤパンクさせることができたみたいだ、いいぞ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 、オーケー、ぶつかってる、素晴らしい、待てい、まだ逃げてる、逃げてる、あーあー、惜しいぞ、待てー、はい、ほら死ぬ死ぬ死ぬ、よし、いいねこの人は逃げたために3発以上撃たれてるね、よし、こっちは逮捕できたぞ、あっちはどうなったの、なんか死んじゃったみたいだね、なんかあっちは、なんかトラクター来たんだけどじいちゃん待って、じいちゃんまだ事件中なんで、逮捕した人の名前と、この人はもう撃たれすぎたんで救急車呼ばないと、免停状態だったみたいですね、救急車呼びます、覚醒剤持ってたみたい、なんてことだ、ちょっとレッカー車もね要請したいと思います、うわーすげえ、めちゃくちゃ集まってきたね、大量だ、通行止めにしておきたいと思います、よし、ここは通行止めです、よいしょ、置いておこう、さあ救急車も来て、よし、いいね、なんかもういろんなとこで車が乗り捨てられてるんだけど、さあどうなった、こっちの人は残念ながら死んでしまったよみたいだ、さて一体何キロ出るのかやってみよう、いきます、さてこちらの車最高速度170キロ出ました、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします、また次回の動画でお会いしましょう、さよなら、バイバイ。